最近、フリーマンは骨折があるにもかかわらず、試合に出場し続けることを決断しました。この決断は、チームが MLB の大きな対戦相手である、アリゾナダイヤモンドバックスとの重要なシリーズに臨む準備をしている中で、下されたものです。フリーマンはインタビューで、自分の状態を明かし、毎日傷の具合を観察し、評価していると語りました。先週よりも良くなっているけど、まだ様子を見る必要があります。3日間の休みを取りましたが、指はまだ治っていません。 まだ骨折しています。それでも痛みは先週よりもかなり和らぎました。以前はできなかったトレーニングを今はこなせるようになりました。それは大きな進歩です。昨日、通常通り3ラウンドの室内バッティングを行い、ずっと良くなったと感じました。 フリーマンは自身の回復過程について楽観的な見方を示し、明日で骨折から2週間が経ちますが、毎日少しずつ良くなっているのを感じていますと語りました。痛みが徐々に和らいでいるので、これからも自分を試し続けます。毎日試合に出るのが目標ですと、彼は言いました。フリーマンは負傷していても、この期間中の試合を逃さない決意を示しています。フリーマンの復帰は、ドジャースにとって非常に重要とされています。 しかし、フリーマンが頭を悩ませているのは、怪我だけではありません。7月末、彼の末息子マキシマス君が、ギランバレー症候群という、まるで深刻な病気と診断されました。この出来事により、フリーマンは約10日間、家族のケアのために、チームを離れることになりました。たくさんのことが起こり、精神的な休養と傷ついた指のケアが必要だと思いました。この1ヶ月半、私の家族は、多くの困難に直面しました。 子供たちと家族の安全を確保することに集中し、その後私自身が怪我をしました。これらすべてを乗り越えてプレーを続けることは精神的な大きな試練でしたとフリーマンは語りました。フリーマンは最近の短い休養期間についても言及し、この6、7週間たくさんのことがありましたと語りました。本当に指の怪我だけでなく他にもいろいろありました。この3日間はすべてを一時停止し、あまり考えないようにして、 心を休めることに努めました。誰もが知っているように、骨は4日間では治りませんが、この休みを最大限に活用し、すべてをリセットして、今後の数週間に備えましたと、彼は言いました。この期間中、フリーマンは、休養が体だけでなく、精神的にも必要であることに気づきました。休養を取った後、もしかしたらもう少し休みが必要かもしれないと感じました。人生は困難に満ちていますし、この6週間で、いろいろなことを経験しました。 息子たちの部屋で寝ることもあり、彼らのためにできる限りのことをしました。今、私は戻ってきて、試合に臨む準備ができています。毎日が過ぎるごとに、状況を観察し続けるつもりです。先週よりも、はるかに良くなっていて、いつものように準備が整いましたと、フリーマンは自信を持って言いました。チームメイトの一人は、フレディがフィールドにいると、チーム全体が強くなる。 特に彼はダイヤモンドバックスとの対戦で常に良いパフォーマンスを見せるので彼のプレーを楽しみにしていますと述べました。ロバース監督もフリーマンの怪我の状況について語りました。彼は徐々に回復していると思います。彼の状態は日々良くなっていますと述べました。ロバース監督はフレディは良い兆候を見せています。指はまだ骨折していますが私の予想では彼はプレイできるでしょうと断言しました。今後の試合に彼が参加できるかどうかを引き続き観察し、 評価していきます。フリーマンの復帰は、特にドジャースがダイヤモンドバックスとの重要な連戦に臨んでいる中で、非常にポジティブなサインとみなされています。ロバーズ監督はまた、フリーマンのチームにおける重要性を強調し、フレディは優れた選手であるだけでなく、チームの精神的なリーダーでもあります。彼がフィールドにいることで、チーム全体の士気が大きく高まりますと述べました。これは、フリーマンの復帰が、戦術的な利点をもたらすだけでなく、 今後の重要な試合でチーム全体の指揮と自信を高めるのに役立つことを示しています。しかし、期待の裏にはフリーマンが完全に回復していない状態で試合に出ることでより大きなリスクに直面する可能性があるという懸念も少なくありません。多くのファンはフリーマンがこの状態で試合に出続けると怪我がさらに悪化するのではないかと懸念を表明しています。一部の人々はフリーマンは休養をとってレギュラーシーズンの最後の試合では 他のチームメイトに役割を任せるべきだと考えています。もし彼が無理をしてポストシーズンに出場できなくなったら、それはチームにとって大きな損失になるでしょうとあるファンは警告しています。ネット上でも同様の意見があり、これは重要なシリーズですが、健康とポストシーズンに向けた準備が優先されるべきですと述べています。フリーマンは怪我が悪化する可能性があるならば、リスクを犯すべきではありません。他の多くの人々も完全に回復していない状態で試合に出ることは、 今シーズンだけでなく、フリーマンの将来のキャリアにも、長期的な影響を及ぼす可能性があると警告しています。それにもかかわらず、チームとフリーマンは、このシリーズに大きな期待を寄せているようであり、特にチームが他のライバルと激しい争いを繰り広げている中で、ランキング上位を狙っています。フリーマンの復帰は、特にシーズン終盤の緊迫した試合で、チームの強化に寄与すると期待されています。 しかし、多くの人々は、現在の状態で、フリーマンを出場させるのは、リスキーな決断だと考えています。別のファンは、もしチームがランキングで安全な差を持っていたなら、彼を休ませて、完全に回復させていたかもしれないと述べました。しかし、現在の状況では、それが許されていません。彼らは、すべての機会を利用して、勝利を目指しており、これが望ましくない結果を招く可能性があります。フリーマンが出場を続け、怪我が悪化するなら、それは大きな過ちであり、 特にポストシーズンが近づいている今ではなおさらです。フリーマンがこの怪我のためにポストシーズンに参加できない場合、その損害はさらに大きくなります。チームは数試合の勝利と最も重要な選手の一人の健康を守ることの間で慎重に判断する必要があります。とスポーツアナリストは指摘しています。最近の試合でフリーマンに痛みの兆候が見られることで彼の状況に対する懸念が一層明確になっています。 このことから多くのファンや専門家が彼を試合に出し続けるというチームの決定に疑問を呈しています。フリーマンはドジャースの主要な選手の一人であり、怪我をしているにもかかわらず連続して試合に出場していることは彼のチームに対する献身と責任感を示しています。しかしこれによりドジャースが選手たちをもっと休ませて長期的な怪我を避けるべきではないかという疑問も生じます。 一部の人々は、ドジャースが今シーズン、優勝を目指して、大きな一歩を踏み出したことで、フリーマンを含む選手たちに、大きなプレッシャーがかかっていると考えています。これにより、将来的には、大谷のような主要選手も、完全に健康でない状態で、試合に出場せざるを得ない状況に追い込まれるのではないかと心配する人もいます。フリーマンが以前、個人的な理由で、約10試合を欠場したことからプレッシャーを感じ、 チームに十分に貢献できていないと感じているという意見もあります。しかし、どんな理由であれ、彼が健康状態が良くないまま試合に出続けることは、より大きな危険をもたらす可能性があります。フリーマンが骨折しているため、固定して安静にすることが必要であり、最も重要なのは、治癒に時間がかかるということです。しかし、彼がまだ出場している試合では、フリーマンはバンドを巻いて、普段通りにプレーしています。最初は、バットをしっかり握れないほど痛みがありましたが、 今では打球時の強い衝撃にも耐えています。守備中でさえ、指を固定できずに、強い動きを続けることを余儀なくされています。最近、彼がグラウンドに置き去りにされた後、グローブを外した時、指のバンドも外れ、再び付け直さなければなりませんでした。もし、単なる擦り傷であれば、問題はないかもしれませんが、骨折がある場合、これでは治癒が妨げられるでしょう。ご視聴いただき、ありがとうございました。コメント欄で、話を盛り上げてください。 他にも面白い情報を最新で知りたい方はチャンネル登録よろしくお願いします。